遊戯王ザ・ダークサイド・オブ・ディメーションズは2016年4月23日に公開された劇場用アニメ漫画遊戯王の映画化作品である。略称はデュエル・リンクスにてドサードが使用されている。キャッチコピーは再び戦いの舞台へ遊戯王生誕20周年を迎える2016年、ついに遊戯王シリーズで初の長編映画が誕生する。戦え。 信じる者の,のために。1996年の原作漫画連載開始20周年を記念した作品で、遊戯王を関する劇場用作品としては、通算4作目にあたり、東映が配給を務めるのは、1999年3月6日に公開された劇場版遊戯王以来となる。今作は遊戯王デュエルモンスターズをはじめとした。 アニメシリーズとの物語のつながりはなく、全38巻ある原作漫画、優等337優等最終話の後日談となっている。2016年9月24日より、4デラックス及び MX4D 仕様が封切られた。この公開により、日本国内での同仕様アニメ映画作品は、ガールズパンツァー劇場版に次ぐ2作目となった。この映画の干渉、 または、コラボレーション企画により、特典カード等のグッズがもらえる。もらえる方法は、以下の6種類。数々の試練を乗り越えた末、ついにもう一つの人格、闇遊戯ことアテムと分かれることとなった、無闘遊戯。闇遊戯は冥界へ旅立ち、遊戯と闇遊戯の人格交代に必要なアイテムであった、千年パズルも、地中深くに封印された。月日は経ち。 遊戯たちは、卒業を目前に控え、日常の生活に戻っていた。そんな遊戯たちの前に、謎の少年、愛神が現れる。一方、かつて闇遊戯のライバルであった海、マゼジンは、千年パズルの発掘を試みていた。その他の声の出演本作と連動して2016年4月11日発売の、週刊少年ジャンプ19号、18日発売の20号にて、 2号連続の読み切り漫画トランセンドゲーム遊戯王が掲載された。同誌への掲載は連載が終了した4年3月以来12年ぶりとなる。漫画の内容は原作の最終話となる第343話から劇場版の物語をつなぐエピソードが展開される。本作の公開に合わせ下記の連動企画が展開された。ありがとうございます。